はいどうも、ジュウです。マリオカート8デラックス、パート162やっていきましょう。さあ、今回もオンラインレースやっていきたいと思います。さあ、まずはツアーパリプロムナードからですね。ということで、今回もスタンダードバイク縛りで全キャラ1位目指して頑張っていきたいと思います。さあ、現在は43キャラ分の13キャラということで、まだあと30キャラですね。そう、前回1位を取れなかったので、今回は1位を目指していきたいと思います。もうスタンダードバイク縛りで全キャラ1位を取る企画もあと少しで30パートなんですけど、まあ結構やってる方なんですよね。と言ってもね、前回のカート縛りのやつもね、その時まあ60以上かけてやってたんですけど、まあこれでもね結構あれだったんで、待てよ、ここでキノコ使うことがねー、待て、早いなー、それにしても、うわ、早えー、わー、テレサで盗まれた。お、トゲゾーコーラが来てるぜー。うわ、待て、巻き込みやがった。そう、あいつ、ボブ兵の使い方が上手すぎる。いけ。ああ、もう。実は、相手。いてやばい、もうこの状況返してこれ絶対トゲゾーが来ないなあ。お、キングテスターが止まったぞ。あ、行って。行け。あ、ちょっと待って。行け。わーい。もう、赤コーラにやられたら意味ねえじゃん。7位。もう、一気に下位まで下がったし。もう一瞬のやつで抜かれることあるか？さあ、次、ヨシーアイランドということで頑張っていきましょう。まあ、もう第4弾が配信されてからここも結構やってるよ、俺。オンラインでもオフラインでも。いけ。頑張れー。いけ。当たれ。オッケー。当たったのか？これは。待て。いけ。いけ。よし。待て。なんで復活してきてんの？赤コーラ当たってんのに。いけ。さあ、2周目。きくしょう。なんかラグってるね、ここ。いけ。ああ、これは塞がれるよな。塞がれてるね。いけ。今まさに、ルイージとデイジーの接戦だ。オッケー。やばい。これデイジーも渡れるからな、これ。オッケー、ナイス。うわ、ヨッシーがいつの間にか近い。あ、意外と近かった。あ、やばい。勢いありすぎてジャンプアクションできなかった。はい、コインと緑コーラー。けけ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 
いけ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 、最後にコイン。オッケー。またハテナ来たよ。あやばい、まずい、まずいって。いけ。うわー、
いや、何？最後に4位。畜生。これはマジで畜生だわ、これ。ということで、全員がゴールして17。うわ、99,999 がおった。やば。さあ、次。マリオカートスタジアム。さあ、ということで、頑張っていきましょう。スタジアムもこれ結構あれだ。オッケー、いきなり誰か当たったよ。オッケー。いけ、一気に進め。待てよ。ちなみにこれさっきと同じ部屋だよ。部屋変えてないからね。まあどうなるかは分からないけど。いけ。よし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 。いった。いや、何に当たったの俺は。オッケー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 。ご褒美のお裾分けをくれた。やばいってこれは。いけー。オッケーオッケーオッケー。今3位で、オッケー。お、いいよ。よし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 。あー、ボムヘイ。いいでででで。いや、何に当たった？理不尽すぎるって何もないところから当てられたら。いけ。いけ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 。お、危ねえ。お、やった。トリプル脱出箱。いけ。オッケー。ジャンプ。いけ。もうここで思い知るんだ。オッケー。なんとかこれでアイテムを防ぐ。うわぁ。待て、危ない。2位。うわぁ、こんな部屋で2位取れるのすご。わぁ、待って。すげぇ減ったんだけど。あの人。今回ラストレース、64レインボーロード。さあ、こちら 200cc ですね。頑張っていきましょう。うわぁ、早い。いけ。あれ、これ本当に 200cc なのかがちょっといまいちよく分かってないんだが。待てよ。この速度危ない。めちゃんこ危ないじゃん、ここ。待て。いけ。やっぱり当たると思ってた。いや、ファイアボールで当てられることあるか、これ。オッケー。1位との距離が離れているな、さては。いけ。せめてこいつだけは抜かしておきたい。いけ。駆け抜けて、2位。ちくしょう。1位が早すぎる。1位が早すぎたな、これは。悔しい。普通に。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは7940ということで、まあ今回も1位は取れなかったんですけど、まあレートは上がった方ですね。51上がりました。すごいね。まあレートカンストの折った部屋とも遭遇できたしね。まあこれはこれでいいと思います。ということで、じゃあ次回も頑張っていきましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、ティックトックのフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。